J. Y.。第三夜のテーマは。教えて鈴木先生ということで。この回はね、もう質問の回にしたいと思います。鈴木先生に聞きたいことをね、聞いてみましょう。はい、はい、いいですか。お、じゃあ、福田君、行こうか。えー、先ほど、鈴木さんが、そのサッカーの、リーダーとして、優秀な選手をコントロールする。 っておっしゃってたんですけど優秀な選手ってのはやっぱりメッシとかネイマールだって個人技で持っていける選手だと思うんですよで、今経営する側として求める優秀な人材とはどんな方なのかなってお聞きしたい <laughs> いやもうねすごいね <laughs> 福田君すごいね福田君、ね、高校生なんだよね例えばそのベンチャーで優秀な人材取れるかっ方は取れないんですよ多分 要するに J リーグに加盟してない、うん、ま町クラブがメッシ取れるかって言ったら取れなないいじゃないですか <laughs> で,す、ね、でも、うん、勝ち上がっていくしかないんですよちょっとずつリーグで。うんうん、でその時に僕が一番まず大切にしたいなと思ってるのはカルチャーが合うかどうかかどですよねやっぱ思いとかうん何、うん、でしょうあんまり財政的にないチームが勝っていくためには何しなきゃいけないかって言ったら、うん、やっぱ。 ままととっててチームとしななきゃいけないけですよね、うん、その中で少しずつ選手が成長していくんですよ、うん、ちょっとずつちょっとずつでそういうものをチームにしながらもしかすると他から選手を例えば取ってくるヘッドハンティングするとかっていう風になると思うんですねうん、うん、なのでちょっと今のの僕らのフェーズととは少し違うかなと、うん、ただ優秀な人材っていうのは最初から僕優秀じゃないと思ってるんですね、うん サッカー界でもそうなんです、まあ、天才と言われる選手っていうのは99.99% 99天才以外なんですねサッカー選手って、うん、0.0001%なんですよ<ー>もうメッシュネイマールは、うん、でこの世界で一人か二人しかいないじゃないですか、うん、でもそんな人材を目指すっていうよりもでもトップリーグで活躍してる選手たくさんいるわけですよ、うん、この人たちはまあ一流と言われますよね この九十九点九九九パーセントぐらいの人たちは、平凡な選手だと僕思ってます。でも、そこで何が違うのかって言ったら、サッカー界で言ったら、やっぱり判断力の違いですね。足が速くても活躍できないんですよ。うんうん、いくら能力を持ってても、頭の中で一歩二歩先を読んで、プレーしないと活躍できないですね。で、じゃあ、それを社会人として置き換えるとするならば。 最初から能力ある人間はもう突き抜けけますけどそうじゃない人たちっていうのはやっぱり自分をイメージして将来になりたい自分をイメージしてその会社と自分の夢が寄り添ってるかどうか要するにカルチャーが合ってるかどうかこういうところがその会社で活躍できるかできないかだと思うので、うん、要するに能力を持っててもその会社で仕事が合わなければ今度活躍できないですよね。だからそここ合うううかかどっていうのを見極めることは,、えっとは その採用される側も必要だし経営する側も見なきゃいけないしじゃあそれ何なのって言ったら「もうこの会社やっぱこういう人たちいてこういう働き方してんだ面白いなあこの子はうちの会社の彼ャーないそうだね」っていうところからどんどんお互いに成長していって能力のある人間が育つんじゃないかなと僕は思ってま、うん、まいます。どううですすすかか福福田田君君わりりままあがとございはラグビーもやっててね ラグビー人生がねそう,そうやって人生に置き換か,かってくるといいよねはい、うん、じゃあもう一人ぐらいいきたいと思いますがいかがですかあじゃあ奈々香さん鈴木さんは自分のやりたいことを怖がらずにその素直に追っていけるっていうそのメンタリティーはどこから来ているんですか確かににね単純に僕は楽観的なんですよであとはやりたいことをやる主義なんですねふふふ で失敗しても死なないんですよ。で失敗しても死なないんですけどいつか死ぬんですよ。<laughs> じゃないですか。うん、で一番大切なものって何ですかねお金ですか家族ですか、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、僕一番大切だなって思ってるのは時間なんですね。うん、時間があるから家族を大切に思うし仕事を大切に思うし。 仲間を大切に持ったりすすると思うんですね、うん、だから僕はその時間をどうやったら自分の人生楽しめるのか、うん、そして人のためになれるのかでその中でよし人に迷惑かけねえぞと、うん、まあこのぐらい迷惑かけてもまあごめんなさいすればいいかなとかそんな感じで選択していくんですね。うん、であとはややりたいいいかからやるんんだっていうこれしかなでですよで知りすぎてるとできなくなっちゃうんですね。 皆さん結構多分頭いいと思っていてだからあこれやったらできないなとかこれやったら難しそうだなっていう知識があったりするからこそできない理由ももたくさんん見つけるることができるんでででききすよ、うんうん、確かにねでもできない理由を探すことって結構たくさん出てきちゃうんですけど、うん、でもそれって命に関わわるかなって思うわけですよねで失敗してもそっから先の人生僕の場合だから。 失敗したり辛かったり悔しかったりすればするほど成長するって思っちゃってるんでんなのでやりたいことやろうっていう,ういつか死ぬし失敗しても死なないし <laughs> <laughs> これね多分ね答えになってたんゃですよね変わった人にね質問しちゃったね奈良君ポカッとしてる <laughs> <laughs> えでも伝わったよねうん、はい。なんか 数木的な思考をね僕らもね身につけようよ変わった人に聞いちゃったけどすごい参考になりました参考なったよね<ー>いやす,すごいよありがとうございます